こんにちは、フルチャです。今回は今日から最強リザードンレイドとランクマッチが始まったということで、もう早速ねリザードン捕まえて、もうそのままランクマ連れてっちゃおうかなっていう。もう最速で育てて最速で戦ったらもう最強でしょっていう公式が最強リザードンって言ってるからね、多分最強なんだと思います。ちなみに何にも最適ポケモンとか育ててないんだけど、いけるかなやばいかな。マリルリとかニンフィア育てた方がいい。多分ニンフィアが最適みたいな噂を聞いたんだけど、ちょっと羽ばたく神にメガネ持たせて行ってみて、ダメそうだったら育成しますか。来ました、 EV レイドの時みたいにめちゃくちゃ光ってる。マップ上でもめっちゃ光ってるし、ここでもめちゃくちゃ光ってる。何これ、何これ、え、どういうん、これもなんかイベント。やるだけやってみるか。星4だから多分すぐ倒せるよね。調べたところによりますと、最強リザードンの他に星4、星5でフラージェスとミミッキュも出てるということで、ミミッキュめっちゃ欲しいですね。で捕獲するのはリザードンに関しては1回だけ捕獲ができて、それ以降にやった場合は、まあ、報酬はもらえるけど捕まえることはできないということです。ちなみに星4フラージェスの報酬はこんな感じ。まあぼちぼちかな、うん、普通くらいですかね。では今度こそじゃあリザードン探していきますか。この辺はじゃあミミッキュとかフラージェスがいるってことですよね。これとかドラゴンの星7だから、なんかマップ上でもエフェクトが違ったりするのかな。あーこれだ多分。で普通の普段の星6レイドも通常通り湧くんで、まあこれが関係ない星6レイドの可能性もあるっちゃあるんですが、まあジッチハックこれでしょう。さあやってきました、黒色で。普段であればこれは星6レイドなんですが、光り輝いていることとドラゴンタイプが出ていることから、おそらくリザードン行ってみますか。待って、ピンポン来たんだけどピンポン来たんでちょっと行ってきます。失礼、パルシステムでしたじゃあ行ってみようかな。ちょっとこれあれかな、迷惑かな最適ポケモンで行かないのって迷惑か。一回ソロで行くか。これさ、まあまだリザードンって剣盾とかからホームとかから輸入できないじゃないですか。だから、まあ、孵化で増やしたりしていくことになると思うんですけど、おしゃぼで捕まえたら多少需要あるんですかね。それともみんなその発想になるから結局ありふれてしまって大して存在価値ないみたいなこと起きるんですかね。どうなんでしょう。さあ NPC にニンフィアがいてくれてますがうわ、向こうから先制攻撃、パズドラとかでよくあるやつだあ、特攻下がったし、あー打ち消すんだ。ノーコストでオーバーヒート打ってくる、怖っ。じゃあ一回いい、メガネ羽ばたく神ムーンフォース。あーまあそうですよね。いやでもこれだったらやっぱニンフィア育てた方がいいですね。多分足手まといになっちゃうな。なんか混乱してるぞ味方が。下手にね兵出すとシールド張ってきたりして結果的にめんどくさいみたいになるから、まあワンパンできるポケモン用意してワンパンしてねみたいなのが割とレイドのセオリーになりつつあると思うんですが、ちょっとこれめんどくさいです。おお倒せた倒せちゃった。何にも対策してないし、 NPC3 人プレイヤー1人っていうソロなんですけど、やった。何にも育てたりしてないけど、なんか流れでいけちゃったよかったよかった。どうしようかね。ここは一肌脱いでヘビーボールにして皆さんに配布したりした方がいいんでしょうかね。そうしますか、一肌脱ぎますか自腹切って。で、これをこのまま捕まえて、ランクマ連れてきたいんですけど。ランクマ連れてきたいんですけど。よし。で、捕獲は1ロムにつき1体のみらしいので、これで僕はもう捕まえることはできないけど、戦うことはできんのかな？報酬、あ、パッチあるじゃん。あ、飴もたくさんある。いいね。パッチもらえんのでけえ。ソロ攻略可能なやつでパッチもらえるのってめちゃくちゃ美味しくないか。
え、これってさ、捕まえられるのが1匹ってだけで残りは普通に討伐ならできるとかある？あるんだったらこれマジで全力案件だし、まあ、今回はお試しってことで何にも対策してないポケモンで挑みましたけど、これワンチャン普通に作ってもいいな、専用ポケモン。あ、間違えた。わ全然適当でいけるんだが、やばい。アーマーガーレイドで、アーマーガーレイドが今まで一番難しかったわアーマーガーレイド僕諦めましたからね。え、リザードン楽勝、最強リザードン楽勝な剣についてアーマーガーだったら絶望してたな。これ対戦ありがとうございました。ちなみにこれボール投げるとこまではいけんの？それともこのままいなくなってしまうの？彼は。あ、いなくなるんだ。お、来た。あー、ちょっとボリューム、それともランダムなんですかね。雨の量は減ってないですね。ランダムだったのか、あれが初回特典でスペシャル出血サービスだったのか、まあ、これ分かったらじゃあ概要欄かコメント欄かテロップかで出しときます。さあ、じゃあ早速リザードン連れてランクマ行くか。まだ、まあちょいちょい同じ発想してる人はいるかもしんないけど、まだいないでしょ、そうそう。ということ、かわいい。はい、ということでね冷静に考えたら確かにそうだわ。わあ、乗らない乗らない、そんなとこ乗らないそう、冷静に考えたら原種ヌオーもガラルニアースもダメなんだから、それリザードもダメだわ、ごめん、うん、すごい勢い余ってやっちゃった確かに冷静に考えたらそうだ、もう 何してんだ自分ということで、ランク割には連れてけなかったんですけど、まあ、おしゃぼで捕まえることができたんで、こいつ卵で増やして、そいつを配ったりしていこうかな。ランクマッチの配信を、僕大体21時にすると思うんで、まあ、その配信が終わった時とかに、なんか、最後まで見てくれた人に、じゃあ、あげるよ、みたいな感じで、ぼちぼち配っていこうかな。ということで、まあ、今後とも本チャンネルよろしくお願いしますということで、動画が面白かったという方は登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ悔しいそれではフルチャでした。バイバイ。